どうもすいません。セントライト記念ローズステイクステの反省、言い訳、結果分析です。セントトライト記念の方はミッキー・スワローまあ春は菊沢騎手にチャンスを与えたっていう形でそれでダービー出走できなかったところもありましたんでまあそれでミッキー・スワローっていう馬は反応が悪かったりだとか行きっぷりが悪かったりだとかそういったようなところがあったんですけれども 横山のりひろ機種に乗り変わって激変しましまたね。やっぱりいかに騎手が重要かっていうところでまあ息っぷりだとか反応なんかも騎手によって変わるっていうことですねそれでもっと極端な形で後方から行くと思ってたんですけれどもあんなにポジションを取れるっていうまあそれぐらいやっぱり騎手が乗ると馬も動いてくれるっていうところもありますね。でアルアインも強かったんですけれども、まあ、展開的にちょっと。 ミッキー・スワローに向いたようなところがあってミッキー・スワローが勝ちやすいレース展開にはなったかなっていうところで、まあ、力差はそんなに大きくはないかなっていうところですね、まあ、でもミッキー・スワローはフロックでアるアインに勝ったというわけではないのでもともと強かったんでなので菊花賞ではこの2頭どちらとも楽しみかなっていう感じですね里のクロニクルもちょっとポジションを取りに行きすぎてそれで不器用なところが出ちゃったということもありますんで 京都の外回りコース代わりで競馬しやすくなる可能性はあるかなっていうところですね本来ならばもっと後ろから行った方がいいまでそれで中山の外回り 2200m ということを考えてポジションを取りに行ったことによってちょっと能力を出し切れなかったかなっていうところもありましたねそれではまずはローズステークスからです1着ラビットラン2着河北円歌3着リス・グラシュでした 大外れでしたこのレースはある程度川北演歌がペースを引っ張ったということでさらに隊列的に縦長になって中途半端なポジションから競馬をした馬たち騎手たちっていうのは乗り方が難しくなりました、まあ、ある程度軽い馬場でスピード競馬になったということで、まあ、極端な競馬をした馬たちの方が構想したようなところもありました。 でまあ、川北演歌はですね、まあ、ペースは速かったんですけれども、まあ、何度も言うんですが逃げ馬に関してはペースだとかあんまり関係ないんでなのでいかに気分よくスタミナを消耗しない形で回ってこれるかっていうところあとは後半ですね後半のギアチェンジを間違わないかっていうところが大事であって、まあ、結果的に 縦長のレーーースス展開ででで川北円下はママクも甘くて、マイペースで競馬できたというところはあります。ただ4コーナーの手前辺りからギアを上げていくっていうような乗り方をしたかというとある程度普通に回ってきて直線勝負っていうような感じにもなってましたんでそこで2枚腰を使うっていうところがこの川北演歌の良さ強さっていうところですねまあそれはレース前から警戒はしてたんですけれどもまああの展開になると 河北円華はいいところが出るなっていう感じのレースでしたねでまあやっぱり横山の紀ロ騎手が動かせる騎手だということもありますんでまあそれでいい競馬ができたかなっていうところですねただのフロックでもないかなっていう感じですそれで勝ったラビットラン後方から外を回るような形で追い込んできたんですけれどもまあレースを見てみると 足を溜めに溜めて小細工した方がいいレース展開かというとそうでもなくて4コーナー前後のところ勢いをつけて回るような形もしくはスムーズに加速できるような進路を取れた馬たちの方がいい伸びをしてたそういったようなレース展開ではありましたんでなのであそこで迷いなく回ってきたっていうのは良かったんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、確かに多少強引なところはあったんですけれども、 まあそれに応えられるだけの馬の能力もあったかなっていうところですね。まあ単純にはまったというよりかは、まあ、そこの4コーナーのところ結構強引だったんでそこからまたゼロからある程度脚力で伸びてたようなところがありました。なのでラビット・ランに関しては確かにうまくいった全てがうまくいったところはあるんですがただそこでも強引な形で乗って脚力能力も。 見せててくれたっていうところがありますんで確かに今後周華賞だとか今後のレースに関しては条件がついてくるんですけれども能力はある馬だと思いますただレースの質によっては乗り方が難しくなる時も出てくるかなっていう感じですねあとはちょっと気になったのは和田騎手の乗り換わりについてですねもずかっちゃんに和田騎手乗ってたんですが乗り換わりでミルコ・デムーロ騎手になって。 あとは川北円も載ってたたんでしたっけ。まあ、そういったような経緯があってそれでまあその乗り換わりの屈辱みたいなのをここで嘘を晴らしたみたいなそういったような感じで美談にしてるというかまあそういうドラマチックなのが好きな人多いんでしょうがないところはあるんですけれどもまあただちゃんと競馬を1年間見てる何年も見てるそういったような。 人たちからすると和田騎手とミルコ・デムーロ騎手の差っていうのはかなり大きいのでまあたまたまこういう結果にはなることはあって、まあ、今回はそういうふうに喜べばいいところはあるんですけれどもただシビアに考えると和田騎手とミルコ・デムーロ騎手では騎手としてのポテンシャルはメジャーリーガーと高校野球ぐらいの差はありますんでまあそれは。 ちゃんんとと競馬を見ていればわかることなんですが、だからこそミルコ・デ・ムーロ騎手に馬が集まったり大一番でミルコ・デ・ムーロ騎手に集まるわけであってまあそれは現実なんでまあそこは勘違いしないでもらいたいなっていうところはありますね。まあ、今回は手放しで喜んでもいいと思うんですがラビット・ランについてもずっと乗っていくということに関しては ミルコデムール騎士やルメール騎士が乗った方がそれは安定して能力を出し切れるなっていうところはありますねそれではうちの方から一つずついきますクイーンマンボークイーンマンボーもブラックスピーチもラビットランもスミキューシャでまあ、今回復変注意っていう風うに思ってたんですがまあ、どれかがレース展開とかババによって何か いいいいところが出るんんじゃないかなかう,うに思ってたんですがまあラビット・ランが一番出来が上昇しててさらにまあレース展開とかパパもフィットしたかなっていう中でまあなのでこのクイーンマンボに関しても、まあ、今回盆走ではあるんですけれども今後侮れる馬ではないと思いますね。 確かにこういうレース展開、時計の速い競馬で軽めの芝ですね、こういったような馬場、レースの質になると厳しいところは出てくると思うんですが、すんなりと先行できるような競馬ですね、それである程度力のいるような馬場になった場合ですね、そういった場合にはこういう馬はいいところあると思いますね。 まなので今回はレースの質が合わなかったっていうのが一番大きいですねまあ、バ馬場も合わなかったっていう感じでなのでルメル騎手も芝は問題ないと思うって言ってたみたいに馬体なんか見てても芝が全くダメっていうタイプの馬ではないですね芝もこなすと思いますただダートの方がどちらかというといいかなっていう感じはありますんで馬っぷりいいですし今後も注目が必要な馬かなと思いますね もず,かっちゃんもずかっちゃんについてはですねまあちょっと人気すぎだったかなっていう感じはありますねあのー、もちろんミルコ・デ・ムーロ騎手でなんとかしやすいレース展開もあったんですけれどもここまで時計が速くなってしかもその乗り方が簡単ではないレース展開ですね縦長になったりだとか まあ動きたい時にスッと動けないと難しいレース展開でもありましたしそういったことを考えるとまだモズかっちゃん現時点では力が足りないかなっていう感じですね馬体面からも特別目立つような馬でもないですしまあそういった地味な見た目の中でメンタルが良くて一生懸命走ることが多かったあとはレース展開的にオークスやフローラステークスなんかは スムーズな位置取り進路取りロスの少ない競馬ができたっていうことが大きかったっていうだけであってまあこういう厳しいレース展開になった時厳しい競馬になった時に何とかしやすい馬かというとそういう馬ではないっていうことですね。今回この展開でコースできるとしたら最高峰に近いようなところから直線だけの競馬をするだとかまあそういうのだったらまだもうちょっとましな競馬できたかなっていうところですね。あ,ああいうごちゃごちちゃゃしたとところでスッと 動けるわけでもないですし、まあ、時計面に関しても多少厳しいところがあったかなっていう感じなんでなので今回は参考外で考えていいと思います参考外というか、まあ、こういうことももともとあったっていうことで可能性とありえたということで,ととことでなのでもずかっちゃんに合ったコースレースレース展開が望めるような感じだったら勝ってみてもいいかな 程度で考えた方がいいいと思います、ねまあ雨が降ってたらもうちょっと走りやすかったと思いますしまあそこでミルコ・デ・ムーロ騎手の良さがプラスアルファが出ればっていう感じだったんですけれどもっていう感じですね里のアリシア里のアリシアはですね馬体がこじんまりまとまっちゃってて躍動感も全くないですしまだ2歳の時の方がよく見えますね なので、まあ、作り方をちょっと失敗しちゃったかなっていう感じはありますね。これで立て直せるのかどうかですね。ちょっと僕にはあんまりいい未来は見えてこないかなっていう感じですね。いい馬だったんですけれども。ミス・パン・テール。ミス・パン・テールはですね、まあ、この馬はちょっとごちゃごちゃしたところに入っちゃったかなっていう感じで。 器用さを求められるようなそういったようなポジションレース展開になりましたんでなのでもっとオーソドックスに最高峰に近いところから外を回るだとかマイペースで競馬ができるスムーズに加速できるような進路取りができてれば多少は違ったかなっていうところなんですがまあただそれでもこの馬自体そんなに切れる足があるわけでもないですし。 まあ馬をだんだんと作ってきてある程度スピード寄りになってきたところもあってスピードにも対応できるような馬を馬作りをしてきたと思いますんでまあそういったような多少スピード寄りになってきたところもあって素足の破壊力だとかそういったようなしぶとさに関してもあまり期待できなくなってきてるのかなっていう感じですね。たただだこのの作り方だっっっらとでちょっと変わってくれば京都の2000メートル いい方向に出る可能性がありますんで、まあ、自力だけで上位に食い込むっていうのは難しいそういったような馬ではあるんですが展開がドハマリすればなくはないかなっていう感じではありますねミリッサミリッサはですね中段のうちの方で足をためて、まあ、直線も比較的スムーズに外に出せた方じゃないかなっていう感じなんですが、まあ、ただ、まあ、こう後ろの方から。 後ろの外の方から勢いよく来てた馬たちがいて、まあ、時すでに遅しっていう感じではあるんですが、まあ、あそこですっと動いてすっと伸びれないあたりはミリスさんにパンチが足りないっていうところでもあって、まあんまり器用とは言えないですし器用でない割には切れる足もないパンチがないっていうところがあって、まあ、本当にダイアメジャーンクっぽさがある馬ですね。 まあただその能力的に大きく劣るというわけではないですし時計的にもある程度対応できたわけでなのでで今回に関しても極端な形で最高峰に近いようなところから外からスムーズに加速できてたらもっといい足を使えたと思いますし。 まなので、もうちょっといい競馬をできてた可能性もあったということですね。ただ、それは結果論であって、レース前からそういう極端なポジションを取れるかというと、それは難しいんですよね。なので、今回は福永騎手が完璧に乗って、この馬のいいところを出して、次につなげる競馬をしてくれたかなっていう感じですね。ちょっと人気しすぎだったなっていうところですね。リスグラシュ リス・グラッシュはですねもうあのポジションから競馬をしてたんなら、まあ、ラビットランと一馬身以内とかその辺で際どい競馬してほしかったなっていうところはあるんですけれどもこのまあやっぱり瞬発力が衰えましたねアルテミス・ステークスとか西寄り戦圧勝した時あの時の方が瞬発力ありますねそれで 今回に関してはレース前にパドックで馬体見ててもリスグラシューよく見えたんですけれどもやっぱりレース後に比較してみると映像で馬体の方を比較してみると未勝利戦圧勝した時アルテミスステークスで勝った時あの時と比べると今は保養が小さくなっているというか可動域が。 後ろ足の可動域なんかも狭くなっててやっぱり瞬発力を埋めないような場体にはなってるかなっていうところですねただまあずっとダメかというとまだ変わる余地はありますしまあ短期間でなかなか戻るとは思えないんですけれどもまあとにかく本来だったらリス・グラシューはその瞬発力があった頃のまま 成長してほしかったかなっていうところで残念なところはあるかなっていう感じですねまあただパワーの方はついてますんでパワーアップはしてる、まあ、これは2歳の時と比べて成長してる部分ではありますんでそこを生かせるようなしぶとさを生かせるような競馬ができればっていう感じですねなのであんまりためてもしょうがない馬になってきてるかなっていう感じですね でも周華章 2000m に関しては、まあ、確かに軽いババでスピード競馬になりがちなところはあるんですがスタミナも結構必要なレース展開自力が必要,なレース必要なレース展開になりがちなんでなのでリズグラシューは全く瞬発力がないというわけでもないのでなので流れに乗って一発狙うような競馬ができればいいところを出るかもしれないですね。 ファレノプシスに乗った時に近いような乗り方ができれば理想的なんじゃないかなっていう感じの馬になってきましたね。メイズオブオーナー。メイズオブオーナーはですね、まあ、多少こじんまり映ったんですが、まあ、それでも走れる出来ではあって、まあ、使ってきてた馬なんで、まあ、ああいう感じになるのはしょうがないかなっていうところですね。本当はもうちょっと余裕 があるぐらいでもいいいでもかなっていう成長を促した方がいいかなっていう時期ではあるんですけれどもまあそれでも能力さえあれば走れる出来ではあったかなっていうところで今回は時計が早かったですしまあメンバーも急に強くなったんで後方から負担の少ない乗り方をしたんですけれども伸びあぐねるっていうようよねなのでせめて雨でも降ってくれてればっていうところだったんですがまあ今回は。 まあ今後に向けていい経験にはなったんじゃないかなっていうところですね。まあ、なかなかその金星の取れたバランスのいい馬ですし瞬発力を埋める馬体もしてますんでなので今後いい感じに成長してくれればって思いますね。ブラックスピーチブラックスピーチはですね一番の理由としては能力が足りなかった強くはなかったっていうことですね。それが敗因なんですが。 ただスタート直後から押して前に行ったようにポジションを取りに行き過ぎたっていうことも敗因の一つですね。まあ、ああいいうポジションを取ったら強い馬じゃないいとなかななかか厳しいですよね。なのでレース前に想定してたのは前に壁を作りながら中段よりも後ろの方で足を貯めて一発を狙うっていう乗り方をしてくれると思ってたんですが、まあ、ああいう乗り方をしたのが。 秋山騎手の独断の判断なのか陣営の判断なのかわからないんですけれども結果的に作戦ミスっていうのもありましたで馬体なんか見てたらなんか幼いというか幼いというよりかは歩き方が悪いですね集中して歩ききれてなくて無駄な動きが多いんですよねなのでこの馬に関しては成長途上 の度合いいが強かかっったかなっていう感じでそういった意味でも能力が足りりなかったところはありますでもうちょっと無駄の少ないメリハリの効いた歩き方ができるようになれば足がたまりやすくなりますしまあ、多少は強引な競馬をしても対応できるようになるかなっていうところで今回は前に壁を作って溜めるような競馬をしてほしかったなっていうところはありますね。で まためる競馬をしたところで勝ち負けまで行けたかというとそれも微妙な感じですんでませめてこの間に関しても雨は降ってほしかったなっていうところはありますね雨が降れば多少はその完成度の低さをカバーできるかなっていうところはありますねアロンザ・モナアロンザ・モナーはですねまやっぱり距離は基本的に長いかなっていう感じでま筋肉の質的にも まあ骨格なんかもそうですけれどもあんまり距離が持つような感じではないですね、まあ、それで時計も早かったんで、まあ、このメンバーですしっていう感じですねメンバー次第では1008ぐらいは持つ可能性はあるんですけれどもっていうところですねで、まあ、サンデー・サイレンスが入ってないということで切れ味もないですしなるべくなら時計のかかる馬場もしくは小回りなんかでコーナーからペースが流れるところで どこかのタイミングで一気に動いたりだとか私物さを生かせればっていうタイプになっていくと思いますね。レーヌミノ,ール,レーヌミノールはですねパッと見はバランスいいんですけれどもいい頃のその躍動感みたいなものを感じないですねただ仕上がってるっていう感じに見えました。なななので、まあ、なかなか、 レース前にパドックでバタを見ても構想できるイメージは湧かなかったですね。で、まあ、確かに現時点でのレーヌ・ミノールからすると、まあ、距離適正的に短い方がいいのかなっていう感じにはなったんですが、ただひと叩きしたら変わる余地がありますし、僕はどちらかというと、 マイルチャンピオンシップ目指すよりかは週刊賞を目指した方が面白いところはあるんじゃないかなっていうふうに思いますねまあ、マイルチャンピオンシップでも構想できる可能性はあるんですけれどもまあ、距離云々のレース的結果ではないと思いますしまあ今回縦長のレース展開でああいうロスの大きな競馬ですね難しい競馬になったようなところもありましたんで 状態面あとはレース展開レースの質っていうことを考えると今回は気にする必要はないかなっていうふうに思いますね、まあ、もうちょっとその長い距離を走れるような作り方をしていった方が僕はいいかなっていうふうには思いますね名勝わら名勝わらはですねまあこのままでも構想したぐらいにやっぱりレースの質としては器用さとスピード を必要とするそういったよううなななレース展開にっったのかなっていうところはありますだ、ねまあ、中段の方で足をためて小牧騎手がうまく立ち回ったっていうのもあるんですけれども、まあ、それでもパドックで馬体の比較なんかをするとパワー不足っていう感じがありましたんでそれでも構想したっていうところはレースの質があってうまく流れに乗れたのかなっていうところですね。まあ、ちょっと このレースに関しては 1400m に近いようなレースの流れになったんでなので、まあ、この馬も 1400m とかそういうようなスピード競馬に近い中で器用に立ち回れるようなレース展開っていうのが合うかもしれないですね。ブライトムーンブライトムーンは最後方から直線外に出すオーソドックスな追い込み競馬をしたんですが まあそれなりに伸びたんですけれどもチャンスがあるよううななな伸びでもかかったかなっていう感じですね、まあ、距離的には本当はもうちょっと短い方がいいのかなっていう感じはあるんですが、まあ、距離が短くなってもとにかくあんまりその反応よく鋭く伸びるっていう感じではなくてじりじりとしぶとい末端を生かすっていう感じだと思いますんでなので、まあ、そういったような競馬がフィットする。 コース、レース展開相手関係かっていうところになってくると思いますね。この馬としてはいい競馬したと思いますね。ハローユニコーンハローユニコーンも後方から外に出す競馬をしたんですけれどもこの馬なんかはあんまり伸びあぐねたところがあってそれはやっぱり時計的に厳しいところがあったのかなっていう感じですね。パドックで歩き方ななんか見てても多少ぎこちない。 あんまりスピード競馬向いてないなっていう感じがありましてまあ非力な割にはスピード競馬にも合ってないっていうところがあってなのでまあそうですねまあでも休み明けっていうところもありますんで叩いて保用がスムーズになればある程度は時計勝負にも対応できるかなっていうところはありますんでなのでとにかく ああまり気にするる必要ののなない結果ではかただもともとそんなにパワーがあるような自力があるっていうタイプの馬でもないので、まあ、なかなか g 1メンバー相手となるとかなりうまくいかなければっていう感じはあると思いますね。ラビットランラビットランについてはさっきも言ったんですが、まあ、追い込み競馬でハマったところもあるんですがただ結構強引な回り方はしてましたんでそこから 直線また脚力でぐいぐい伸びたそういったような脚力の良さ馬の形もいいんでまあ、能力あっての勝利だったかなっていうところはありますねまあ、ちょっと前走ぐらいまでの馬体なんか見てたらこういうメンバーに入ったらどうかなっていうところはあったんですけれどもパドックでの見栄え良かったですしまあ、本当に今は無駄な肉もついてなくてバランスのいい形で 推進力を埋める。そういったような工場。高馬体まあ。これからどんどん強くなっていくというよ。りかはもうすでに完成。に近いような感じになりつつあるのかなっていう感じですね。まあ、完成度まではいかなくても、かなり完成度は高い方の馬だと思いますね。で、今後はその力を力をつけていくにあたって、あんまり無駄な肉を増やさないっていう形でいければっていうところだと思いますね。 でまああいう競馬をしてですね秋華賞とか今後の競馬でもハマる可能性はあるんですがただ馬群の中から器用に立ち回って一瞬ですっと進路を取れるかというとその辺は微妙なところがありますんでなので、まああいうオーソドックスな追い込み競馬をしてて毎回。 勝ち負けできるかというとその辺は微妙だと思いますね。まあ、今回に関しては止まってた馬たちもいましたしそこまですごい切れ味を発揮してるっていうわけでもないので、まあ、基本的にはある程度切れる足は使えるんだけどじりじりと長く足を使うっていうタイプだと思いますね。からくれない。からくれないは前に行きすぎですね。 自分で競馬を作っていいところがあるタイプではないと思いますし前に壁を作りながら足を貯めて直線勝負っていう形がベストなんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ距離的にもやっぱり1,004ぐらいがベストかなっていう感じで伸びるぐらいだったら1,000に使った方が走りやすいかもしれないですね。ワンペース気味に競馬がが流れれればあある程度ここなすす可能性がありますんで、ぐらい のレース展開だと後方で足を貯めた場合構想できた可能性はあるんですがただ仕上がり的に今回はどうかなっていう感じだったんでっていうところですね川北円か川北円かはですねまあスタート直後からスッと行けてまあそれで横山のリーロ騎士は馬の気分優先主義っていうところがあるんでなので まあ引っかかったら無理に抑えずにある程度気分よく生かして生かしながらも抑えれる範疇で抑えるっていうようなそういったような馬の気分を返さない形でいったからこそ58秒後 1000m 通過58秒後の早めのペースでもしっかりと最後まで伸びたっていうところがスタミナが温存できたっていうところはありますね。でまあ、その 騎手とかなんかその辺の逃げてペースメイクで後続を潰すっていうような逃げをするペースメイクをする騎手たちと比べると今回はある程度普通に回ってきたというか、まあ、自力を信じて回ってきたような感じでもありましたんでなので、まあ、そういう競馬に応えられたということは川北演歌自体に。 能力があったということですね馬体なんか見てても本当に今がピークに近いんじゃないかっていうようなそういったような完成度の高い雰囲気馬体の形してますんでなので、まあ、これからは無駄な肉が使えない,ないようあとは体のバランスが崩れないように作っていければいいところがあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ただ賞に関しててはファンディーナあたりがデッキが戻って 出来が上昇してそれで早めにプレッシャーかけてくるようになると今回みたいな楽な競馬はできない可能性はありますねまあそれでもある程度厳しい競馬になってもこの馬は二枚腰使ったりしぶといところがありますんでそういったメンタルの良さもありますんでなので全くのノーマークになることはまずないかなっていう感じですねファンディーナファンディーナは馬体像自体はそこまで気にする必要はないんですけれども ちょっと肉のつき方が良くないんですよねお尻周りが大きくなりすぎててああいうふうになっちゃうと素足の持続性を欠いたりだとかあとはスタミナがあんまりなくなっちゃったりだとかしやすいところがあってなので、まあ、あの辺ですねお尻のところがもうちょっとスマートになれば一変する可能性はあるかなっていうところですね。 まあ歩き方なんか見ててもちょこちょこ歩いてるような感じで、まあ、もうちょっとスムーズに落ち着いて足が出るようになればっていう感じですね無駄な動きが少なくなってくれればっていう感じ,感じですね、まあ、確実に一たきでよくはなるでしょうし、まあ、ここから出来が悪くなるということはまずないと思いますんでなのでまあ集架症の時にはこのまのスピード能力ある程度は出してくるかなっていうところですね まあ、ベストに近い出来ではなくとも週華賞では形はつけてくれると思いますねあとはレース前にも言ったんですがこのファンディーナっていう馬はスピードとパワーとセンスがあるから正攻法の競馬をしがちってだけであってやろうと思えば刺す競馬も追い込む競馬もできると思いますただ、まあ、そういった競馬を陣営や騎手が選択するかというとまだ 現段階では先行して押し切るっていう形の方が可能性としては高いんじゃないかなっていうふうに思いますし周華賞の方は普通に有力馬の一頭かなっていう感じですね。山勝グレース山勝グレースは2番手から行って川北演歌に対して特にプレッシャーをかけるとかもなくただ回ってきて勝手にバテたっていうような競馬になっちゃったかなっていう感じですね。ももととその 距離自体を持つんですけれどもためが効かなきゃ気分よくリズムよく走れなければっていうところがあって、まあ、しかも瞬発力がそんなにあるわけではないということでスピードタイプということで、まあ、今回に関してはリズムが良くなかったのか、っったたの止まいう感じですね。まあ、やっぱり相手も強かったっていうところもあったかなっていう感じで、まあ、この馬に合った競馬ができればっていう感じだと思います。 続いてはセントライト記念です。1着ミッキー・スワロー、2着アル・ワイン、3着里のクロニクルでした。それでは、うちの方から一頭ずついきます。三四郎。三四郎はですね、やっぱりパワー、脚力、ここのメンバーでは劣るなっていう感じで、まあ、自己条件に戻ってもうすぐ勝ち負けというか、あの主役クラスになれるかというと、 まあそこまでな感じも受けなかったので、まあ、自己条件に戻ってもチャンスのある一頭かなっていう程度になると思いますね。サトノクロニクルは馬体重が1 2キロぐらい増えてたんですけれども太いという感じは全くなくて成長分かなっていう感じですね。でまあほにバランスよくて。 有力馬たちの中で一番仕上がりが良かったのはククロニクルかなっていう風に感じました、まあ、この馬はまあ今後その常にコバの g 1で勝ち負けする中心になっていくような馬になれるかというとそこまでの大物感はないと思うんですがただこの馬なりに素足の良さだとかそういったところを活かせるようになればまあ一発ある レベルの馬にはななるかなっていうところですね、まあ、あんまりタフなレース展開になりすぎたり時計が速すぎたりするとどうかなっていうところはあるんですが、まあ、とりあえずは同世代で戦うにあたってはいいところが出てくるかなっていうところで菊花賞は京都の外回りに変わりますしこの場の不器用さが出ないような位置取り進路取りができれば一発あってもおかしくないと思いますね菊花賞では。 面白いい存在のにはなってくると思いますね今回はあれだけポジションを取りに行ったんでなので前に行行けば行くほど器用さって求められるんでですよねなのでそういった意味でもまあちょっと難しい競馬をしちゃったかなっていうところですね腹くくって最高峰に近いようなところから競馬をする方が素足の破壊力だとかあとは勝負どころでの反応っていうのは良くなる傾向にありますんで。 この馬に関してはまあなるべくならもうちょっと後ろから競馬をした方がいいですね京都の外回りだと中段の内辺りで足を貯めることも可能だと思いますんでまあ、そういった競馬をしてどこまでっていう感じですねブラックロードブラックロードはまあ、そんなに大きく見劣りするっていうわけではないんですがただ芝ではどうかなっていう感じで走りなんか見ててもドタドタしてますんで ますがるさという意味ではダート馬かなっていう感じはありましたね。クリンチャークリンチャーはですねこのま踏み込みが甘いというかなんか踏み込みが後ろに流れるような感じがあって春のようなメリハリの効いた歩き方ができてないですね、まあ、脚,力脚力が落ちてますんでなので人たたきで変わってくるかっていうところだと思います。 まあお尻に関しては思ってたほどは大きくはないんですけれどもまあでも、まあ、お尻あたりももうちょっとスッキリした方がいいかなっていう感じで、まあ、メリハリの効いた歩き方ができればっていう感じで、まあ、今回は追い切り映像を見た感じからも厳しいかなっていうところはあったんですが、まあ、今回はこんなもんかなっていうような結果ですねちょっと人気しすぎた感じはありましたミッキースワローミッキースワローはですね、まあ、この馬は 当選本まれ星でその父親がディープインパクト、まあ、やっぱりディープインパクトの決闘の良さが出ててバネがありますねそれでボケがジャングルポケット、まあ、トニービン、まあ、ジャングルポケットはですね結構馬の形がいいというか中距離でまあ切れ味としぶとさを生かせるそういったような決闘で。 あのーまあ、ディープインパクトとギャンブルポケットのいいとこ取りみたいな馬ですね、まあ、直線であれだけ弾けられるっていうのは前の書き込みもいいんで前足の書き込みもいいんでそれでああいう急坂のところで瞬発力を繰り出せるっていうところもあってまあ本当に改めていい馬だなっていうふうに感じました。まあ、最初にに言ったように、まあ、っぷりだだととかか反応だとかあそこまで いいポジションから競馬をできるきれいに競馬ができるとは思ってなかったんですが、まあ、その辺は横山紀弘騎手に乗り換わって激変したということで、まあ、京都の外回りにもフィットしやすいこういう客室馬グの中から抜ける足もありますんで、まあ、京都の外回りは中山よりもいいかもしれないっていうぐらいなんで有力馬の一頭であるのは間違いないかなっていうところですね。サーレムランと サーレムランとは後方から行って、まあ、直線特に伸びたわけでもないですし、まあ、相手が強かったっていうところはあると思いますね。と、まあ、不器用なところがありますんではまらなければっていう感じはありましたでこのレースは前半スローだったんですが後半5波論そこそこ流れてましたし真ん中より前に有力馬たちがいたということで競馬的にも厳しい競馬になったっていうところがありますね。アルアイン アルアインはまあ余裕ありましたしまあ出来としては七分八分ぐらいかなっていう感じでまあ里のクローニクルは比較的権利取るためか仕上げてきた感じはあったんですがアルアインはやっぱり余裕はあったっちゃあったでひとたたきっていう感じの仕上がりではあったかなっていうところですねで、まあ、この馬に関しては本当素晴らしいなって思うのはこの馬 旧車によよっってては1400メートルルととかマイル以下ででですすねねその辺で走ってたと思うんですよ、ね、なんですけれどもこういうタイプの馬をしっかりと距離を持つように作ってきてるそして距離を持つように作ってきたことによってスケールが大きくなったスケールが小さくならなかったっていうところですねそういったようなこともありますんでこの馬をこういう感じで作ってきた池江球車っていうのは本当に素晴らしい旧車だなっていうふうに感じますね。 でまあその距離的にはまあさすがに3,000は長いかなっていう感じ、まあ、2,200もベストではないかなっていう感じはあるんですけれどももうちょっと2,000とか1,008とか2,000とかその辺がベストかなっていう感じはあるんですけれどもまあでも同世代同士ですし距離は持つ可能性あるかなっていう感じで菊花賞でも一叩たきで注目が必要かなっていうところですね。 馬体の形とか歩き方走りにあんまり惑わされないようにまあ不器用なところはあったんですけれどもまあその不器用さもスピードとパワーがついてきてだんだんと軽減してきたというかまあルメ,ルメルキシュール騎手みたいなスッと動かせる 技術の高い騎手が乗っていることによって融通が利くようになっているところもあるんですけれどもまあそうですねある程度立ち回りもうまくいくようになったし追えるルメール騎手でもありますしやっぱりこの馬にとっては心強いパートナーだなっていう感じがありますねブラック・ギムレットブラック・ギムレットはまあさすがにメンバーが強いですしまあ後半厳しくなったんですっとついていけない感じもありましたね。 この馬は自己条件に戻ってすぐ中心視できるかというとそういうタイプでもないのでっていう感じですね様子見が必要かなっていうところはありますね。プラチナボイスプラチナボイスはアルアインの後ろからマークする形の競馬になったと思うんですが、まあ、あれぐらい極端な形で後ろに行った方がいいんですけれどもそのパターンもいいんですけれどもただ アルアインの競馬に合わせているようじゃスッと動かせないといけないんですよね。となると技術的にトップクラスじゃないとなかなか難しいところがありますしトップクラスでも動くかどうかわからないそういったようなところがありますんでまあああいうポジションから競馬をするんだったらアルアインよりも数店舗ぐらい早く仕掛けて外からプレッシャーかけるか一気にかわしちゃうぐらいなことをしないとなかなか難しいですよね。結果的にモロにアルアルルルイン・ルメール機種の競馬に飲まれちゃってる形で スッと行けなくてううちにたたたれりりももしたようなところもありますんでなのでまあああいうフットワークが乱れたのはそういうところも理由としてあるかなっていう感じですね。で、まあ、先行もできますしまあ、本当にトップクラスの騎手が乗ればもっと走れる馬ですし、まあ、今回なんか突っ張って走ってて全然能力出してない感じなんでなので、まあ、まだまだ奥があるいい馬だなっていう感じですね。仕上がりも よかったですサンデー・ムーティエサンデムーームティエはレース後に吉田豊騎手もっと離して逃げればよかったかなっていう感じで言ってたんですけれどもまあ後半に入ってからだとちょっと厳しいかなっていう感じで、ま、できる範疇の乗り方はしたかなっていうところなんですけれどもまあ前半のうちにある程度大逃げに近いような形に持ち込めてたらもうちょっと競馬はしやすかったかなっていうところですね。 まああんまりその器用なタイプの逃げ馬でもないのでいかにマークされないかっていうことを気をつけていった方が好成績は収められるかなっていうところですねインペリアルフィズインペリアルフィズも仕上がりすごい良かったですねまさすがに相手が強かったかなっていう感じですしまあ、後半ペースが結構厳しかったんでメンバーも強いこともあってちょっと力負けかなっていう感じなんですがただこの馬 で、きさえキープできれば自己条件に戻ればいいところ出てくると思いますね。なかなかいい馬です。あの基本的には差し馬だとは思うんですが、足を溜めて素足を活かすことができればっていう感じだと思いますね。ローリングタワーローリングタワーはやっぱりちょっと時計の速い競馬。まあ、今回の場合だと後半ある程度ペースが流れましたんでまあ、ちょっと能力的になかなか。 手応えよくく回ってくるのは難ししいいかなっていう感じがありましたね。力のいるバアの方がいいと思いますしまあこの馬に関しても自己条件に戻ってすぐ中心地というわけにはいかないんですが、まあ、この馬なりの競馬はできる出来ではあると思いますんでこの出来をキープしてっていう感じですねストロングレビルストロングレビルはですねこの馬は ハーツクライにしては、その、俊敏性がないというか、ちょっと重い感じがありますんで、なので、乗り方としては難しいところがあるんですよね。ためてもそんなに切れる足がないということで。なので、まあ、ある程度、後半ペースが流れてっていう中で、しぶとさ、しぶといや足ですね、持続的に使えればっていう感じだと思うんですが、まあ、今回に関しては比較的いい競馬してましたし、やっぱりこのメンバーでも、 展開次第では掲示板以上あってもおかしくないレベルの馬なんだなとは確認できました。で、そうですね、瞬発力勝負になりやすい東京とか新潟よりかは、どちらかというと小回りに近いコースの方が勢いつけて回りやすい、ペースが流れやすいという、そういったような、この馬にとって合う質のレースになりやすいかなと思いますね。クレッシェンドラブ。 クレッシェンドラブは思ってたほど大きく見劣る感じはなくて、まあ、ちょっとまだパワーが足りない完成度が低いかなっていう中なんでなので、まあ、今後変わってくる可能性はあるかなっていうふうに見えましたまあさすがにここのアルアインだとかミッキー・スワロー里のクロニクルその辺に近い力のある馬になることは難しいとは思うんですが。 ま、事故条件でいいところがそのうち出てくるんじゃないかなっていう。そういったように見えました。ちょっとまだ硬いかなっていう感じですね。スティッフェリオスティッフェリオはですね。まあ、クレッシェンドラブと同じステイゴールドサンクなんですが、こっちの方が無駄が少なくて、ステイゴールド、お父さんに似たようなところがありますね。そういったような馬体してますね。 でまあ、今回に関しては後半なんですね前に行ったっていうのが良かったと思います。基本的には差し馬なんですけれども外枠ということもあって中途半端に外を回るんだったらっていうことで考えて先行したんだと思いますね。で北村雄一騎手はあんまり先行馬は安定してうまく乗れてるイメージはないんですけれども、まあ、やっぱり基本的な技術が高かったですし今回に関してはレース展開の中で。 ううままく乗っったたんじじゃなないいかなっていうふうに感じました、まあ、メンバーも強かったですし最高の競馬をしてこの結果かなっていう感じですね。で上位3頭を逆転するためには基本的には差しに回って有力馬たちが無駄足を使ってくれるようなレース展開を待つっていうのがベストかなっていう感じですね。京都の外回りとか 3,000m こなせそうなイメージもありますしもし,もし出走できるんでしたらっていうところなんですが多分。 出走権はないかもしまあそうですね。大穴だったら押さえておいてもいいかなっていうレベルの馬ではあるかなっていうところですね。馬場は渋った方がもっと走りやすかったかもしれないですね。以上です。吉本興業 ABCDEU 加減という組みの東野昴郎と申します。失礼します。